ダミー人形の三次元モデルダミー人形はフルスケールの擬人テスト装置である。この装置は次元や体重といった人間の体を模し乗り物の衝突実験のデータを取るのに用いられる。また学校や地域などの交通安全教室においてスケアードストレート技法を用いるのが困難な場合に用いられることがある。このデータは速度や力の強さ、加速度やトルク、 姿勢などを変えたりすることでテストにおける衝突の度合いの変化を図ることができる。このダミー人形は人間工学の発達よって自動車から飛行機まであらゆるタイプの乗り物に対応している。かつてはアメリカ空軍が1949年に開発した身長1 8 0トルのダミー人形が民間でも使われていたためシートベルトが 女性に適合しないなどの問題があったことから、現代では、複数のサイズを使い分けている、ハット、アンサラパモアフィック、テストダミーズ法、クラッシュエスケープシステムテスティング、エイガードアドバイザリーレポート330、スケアードストレート、脂肪が減る薬研究が前進した意外なきっかけ NHK。ありがとうございます。